走進行でございます。はい、まあ今回はですね、ヴィーナスライン周辺をちょっと、ブラッと走ってみようのコーナーでございます。あ、今野営できなかったよ野営してくれたんだけど、あ、ご苦労様です。まあ今のここ白樺湖なんですけれども、ちょっと今周りを走っております。はい、うん、でまあちょっと今日はですね、なんだ、午後、雨が降るらしいっていう予報なので、まあ今11時過ぎなんですけれど、お昼ぐらいには帰ろうかなと思います。はい、でちょっとこの前ですね、なんだ、職場関係の人からお前の動画はまあという言葉が多いというふうにちょっと指摘を受けましたので、今回はそれを気をつけていきたいかなと、思います。はい白樺湖、なかなかでも綺麗な湖なのかな。ここは見た感じなんか名前が綺麗ですもんね。白樺っていう名前がいい湖だ。名前がそんなに大きさは大きくない。ああ、これだ、こっちだ。いいや、このまま入ってみよう、ヴィーナスライン。はい、入りまーす。でヴィーナスラインはですね、今回で3回目か4回目だったと思うんですよ、走るの。はい、まあ年に1回か2回走るかなって感じで、まあ免許取ったのがね、2、3年ぐらい前なんで、はい、まあ3回目か4回目ですね。よし、これがヴィーナスライン。今さっきまで走ったんですけれど、ちょっと横にずれて湖畔を走りたいなということで、湖の周りからスタートということでなっております。ここから草原だ、寒い今日。やっぱもう11月入っちゃったんで寒いですよね。あと1ヶ月もすれば路面凍結でバイクも出せなくなっちゃいますよね。参っちゃうな。いやー、素晴らしい景色だ。あー、いいいやいやいや、いいですね。で昨日ちょっと僕が住んでる小杉村のイベントで大地の恵み祭りってイベントをやったんですよ。でその時にナキリヨタさんっていう、まあ、コスプレをする方がいまして、バイクイエーイナイス、ありがとうございます。いやー、テンション上がりますね。まあそのコスプレをする方がですね、僕と同じグラディウス400に乗ってるんですよ。でまあツイッターもフォローしてくれていて、僕のツイッターもまあもちろん僕もフォローしてるんですけれど、バイクイエーイナイス、ありがとうございます、さすがオフ車でその人が来てくれて、グラディウスの擬人化のコスプレを、したんですよ。でその人が確か今東北の方住んでて、ちょっとバイク持ってくるのは大変だということで、僕のバイクを昨日お貸しして、なんだ、置物っていうか、飾り物にしていただきました。バイクイエーイ、あ、遅かったか今のはちょっと私のタイミングが悪かったバイクイエーイナイス、ありがとうございます。テンション上がるぜ。やっぱヴィーナスライン最高っすね。ま、景色が素晴らしいです。ほら、カメラで映るかな。でそのまあ昨日僕のバイクをお貸しして、まあ、コスプレとかやってもらったんですよ。なのでね、ちょっとね、なんか嬉しいですよね変な意味はないですよもう寒かっただろうな、昨日格好で。まあ多分調べれば、大地の恵み祭りツイッターかなんかで調べればその時の様子が出てくるので、まあ、コスプレのあれも出てくると思います。はい、バイクイエーイナース、ありがとうございます。かっこいい
いやでもわざわざ東北の方から来ていただいてありがたいですよね。やっぱね、あの写真ではよく見てたんですけれど、コスプレとか、まあ、ツイッターの写真をよく見てたんですけど、やっぱ実際で見ると可愛いですよね。まあ、写真も当然可愛いんですけれど、実際で見るともっと可愛かったですね。で、まあコスプレとかしてる時よりもバイクイエーイナイスありがとうございます、おーかっこいいぜいいね、さすがビーナス、バイクイエーイ、おーありがとうございます、お辞儀してくれたで、まあ なんだっけ、でコスプレしてる時よりも僕はスノー時の方、まあすっぴんですよね、言うなればそっちの方が僕は好きでしたね、可愛かったです、はい、本当に素敵な人でした。まあ、またちょっと来年、まあそれ関係のイベントをやる予定なので、まあぜひ来ていただきたいですよね。まあ無理のない範囲で来ていただきたいですね。うん、まあ昨日のご報告はそんな感じで、報告になってねえけどとりあえず今走りを楽しみます、バイクイエーイ、ありがとうございます、ナイス、ありがとうございます、いやーみんなテンション上がってるな、おい、やっぱね、いい道走るとみんなテンション上がっちゃうからな、うん、最高だな、いやーやっぱ山の山肌っていうか、まあ木もどんどん葉が落ちてきて山肌むき出しになってきましたね、もう冬に入っちゃいますね、早いな、あー寒い、ここでちょっと休んでいこう、ここいいな、なんか下が砂利だけどいいね、かっこいいね、実はちょっとグラディウス色をね変えたんですよ、まあ若干ではあるんですけれど、まあ元の色がこのリアフェンダーの色を、この辺のタングカバーとかここの部分、してたんですけれど、それをちょっとグレーにしました。まあそのうちこっちの方も変えるんで、でここもねまだ変えてないんですけれど、これも今もう傷つかついちゃって、今部品を注文中なんでね、まあちょっと入荷が遅くてですね、12月中頃になってしまうということなので、であとここのフレームカバーですよね、このフレームカバー、これをね赤にしました。前はシルバーだったんですけれど、こいつは赤にしました、やっぱかっこいいな、こっちの方がいいね、うん、そんな感じですね、いやかっこいいな、おい、こっちの向きの方がかっこいいな、かっこいいな、おい、いや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 、よしじゃあ行こう行きましょう、ああ、いやーやっぱグラディウスかっこいいな、改めて見ると、そのまあさっきの話にちょっと戻るんですけれど、コスプレイヤーのナキリヨタさん、まあ、昨日来てくれた人なんですけれど、やっぱね鈴木愛が半端なかったですね、鈴木愛がやっぱすごかったです、本当に見習わなきゃいけないなっていう風に思いましたね。まあその中でもやっぱ自分の愛車であるグラディウスが大好きということで、僕のグラディウスもたっぷり可愛がってくれましたよね、嬉しかったですね、嬉しい反面なんかグラディウスが羨ましかったですよね。こっから素足なんだな、あ、ウィンカーつけっぱなしだったよ、バイクイエーイ、ありがとうございます、いやーいいねー、
素晴らしいね。皆さん最高でございます。最高だなみんな。僕高原が好きなんですよね。結構霧ヶ峰ですよ、ここ霧ヶ峰、霧ヶ峰っていう、まあ、ありがとうございます、ありがとうございます。譲ってくれた前の人が優しいな、みんな優しいな、おい。ここで前写真撮ったんだっけな、忘れちゃった、こっちだっけ。いやー、やっぱ気持ちいいね。うん、高原地帯を走るっていうのはいいですね。おー、バイク野営できない。ここ、おー、あー、たっぷり来た。いやー、いいですね。標高 1800m、 寒いな。標高 1800m は寒いよ。休憩所だ。こっから霧ヶ峰へ登るんだっけな、確か。ほら、霧ヶ峰なんか駐車場みたいなこと書いてあったよ。そんなにね、標高自体は高いけど、やっぱ、標高高いところまで、バイクとか車で来れるんで、登るのはそんなに大変じゃないみたいですね。バイク、イエーイ、ありがとうございます。ちょっと恥ずかしがり屋さんかな。バイク、イエーイ、ありがとうございます。やえでしょ、やえ。いやー素晴らしいね。何この雄大な感じ、いいですね。何度走ってもいいな、やっぱ。何度つってもまだ 3,4 回程度だけれど、まだ飽きないな。いやーすごいすごい、いい景色だ。いや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 、素晴らしい。でもなんでこんなに高原みたいな感じになってんだろう。昔は木とかなかったのかな。別に火山地帯でもないし、なんだろうね。標高もだって1800じゃ、別に木が生えててもおかしくないんだけどな。岩肌だからなのか、なんだろうね、風の影響かな。下がでも木が生えてる。わかる方いたら教えてください。なんだろうね、伐採かなんかしてんのかな、やっぱ。で、高原地帯は人が作り上げたのかな、長年の昔から牧草地かなんかにするしてたのか。本当にでもいいですよね、こういう場所。すっきりするっていうか。ああ、そうだ、あそこのお土産屋さんちょっと寄ってみようかな。今、まあこの前の動画でも言ったかもしれないんですけれど、クマスズを今探してるんでね、もしかしたらいいクマスズが置いてるかもしれない。見に行こう、見に行きましょう。おしっこもしたいしね。どこに止めよう。近くに止めよう。